にちは、サラダコウメです。今日はですね、ケイタ式物販ビジネスの売上2億利益5800万円相当についてお話します。物販ビジネスで富豪を目指す帝王学としての推奨物販ビジネスの一つですけれども、日本商品の国内仕入れ、世界相手に商売できる米国アマゾン eBay 販売、これはですね 100% 在宅で完結可能なスキームです。1日4時間のルーチンで着実に稼ぐことができる方法ですね。目指せ世界征服を恒例にですね、ミスターケータと地下ソサイティの仲間たちがですね、取り組んでいるわけなんですけれども、物販ビジネスの国内仕入れ、アマゾン、eBay、米国販売のケータ式の特別講師、地下ソサイティプラチナ、シラ・ミスターケータの昨年度実績はですね、売上1億5000万、売上利益2400万、消費税還付1000万、ポイント還元400万、マイレージ200万、利益合計4000万円相当、年収として残したり使えたりする金額は高いわけなんですね。このシュラ・ミスター・ケータの米国販売の風が吹いて絶好調の状態です。今年度実績は売上2億、売上利益3200万、消費税還付1500万、ポイント還元800万、マイレージ300万、利益合計5800万円相当ですね。昨年度の数字をさらに大きく上回っているわけなんです。物販ビジネスの帝王学を駆使、富豪への道を歩み続けている状態ですよね。ケータ式物販ビジネスの年収換算4600万相当、物販ビジネス系セミナーとかですね、塾の案内文には売上を年収と伏せぶいている輩が多いわけなんですけど、経営者の場合は経費が使えるんで、売上利益全てを年収として取るわけではありません。それでもミスターケータの場合ですね、本来取れる年収2000万プラス消費税還付1500万、ポイント還元800万、マイレージ300万、年収換算4600万円相当と厚いわけなんですね。日本で年収2000万は就労時以降の 0.4%、 大人の偏差値77、年収換算4600万相当といえばですね、限りなく大人の偏差値80を突破してくるわけなんです。ケータ式物販ビジネスの特別講師ミスターケータの実績は日本居住者の中でもトップの方を君臨していることになるわけですね。このまま風が吹き続ければ、実質利益ベースで送り人の領域も見えるんではないでしょうか。税金が1円もかからない、お金が蓄積し続ける。ミスターケータの場合はですね、ケータ式物販ビジネスの売上利益3200万はですね、来年の再投資兼ねて経費化していてですね、収入に確定する部分は普通のサラリーマンと変わらないわけなんですね。けれども税金の一切かからない消費税還付1500万、ポイント還元800万、マイレージ300万、合計2600万部分にはですね、1円も税金がかからないわけなんです。税金が1円もかからないお金、昨年度1600万、今年度2600万、2年だけで見ても合計4200万円相当です。納税の仕組み的にですね、どれだけお金を稼いでもお金を残すのが難しい日本において、納税対象外のお金に換算できるもの4200万もあるのはものすごく賢い稼ぎ方だと言えますよね。恐るべきケータ式物販ビジネス、それを生み出したのがシュラ・ミスター・ケータなわけなんです。ケータ式物販ビジネス3つの魅力、日本で仕入れた商品を米国に販売するケータ式物販ビジネスにはですね、3つの魅力があります。魅力1つ目、消費税還付。ミスター・ケータが受けた1600万円はですね、会社法人の口座、個人の口座、どこでも好きな場所で受け取ることができるわけなんですね。指定した口座に一括でポンと振り込まれるわけなんです。当然ながら消費税還付のお金にはですね、税金は1円もかかりません。魅力2つ目、ポイント。商品仕入れの時ですね、着々と貯められるポイントがあります。今年度ミスターケータが獲得した800万円分のポイント、毎年半分くらいは生活費で増えていくわけなんですね。つまりポイントで生活を賄っているわけなんです。ご両親に使ったり、お友達にプレゼントを送ったりもし放題してもまだ残っている状態となります。魅力3つ目、マイレージ。商品仕入れの時ですね、地道に貯められるマイレージ。ミスターケータが獲得した300万分のマイレージ、アナとジャルとですね、ジャル系列の航空会社のポイントだけでもですね、毎年ただ気分で飛行機乗り放題になれるわけなんですね。ケータ式物販ビジネスでミスターケータが今年度獲得する実質利益5800万円相当、表から見えないところが多いのが国内仕入れ、米国販売、ケータ式物販ビジネスの方法の良いところですね。納税としてなくなる部分も限られていくとミスターケータは力強く語ってました。東大断念のトラウマを払拭したミスターケータ。
ミスター K だがですね、大学受験の時ですね、進学校で東大を目指して受験勉強に励んだものの、東大を断念して地元の国大に進学することになってですね、悔しい思いをしたということなんですね。けれどもですね、物販ビジネスの大人の偏差値77を突破することで、東大偏差値 67.5 から73、東大生の30代の平均年収810万円、大人の偏差値 67.5、 これに打ち勝って逆転人生をしたとこっそりおっしゃってましたね。ミスター K太の恥ずかしいルーキー時代を告白します。実は僕はですね、物販ビジネスの修羅ミスター K太のルーキー時代をしてます。かつてのミスター K太は肌色が悪くてですね、悲壮感が漂っていて、大人なのに独身でシェリー感満載だったんですね。不健康でもありました。けれども今では肌ツヤ良くてですね、ツヤツヤして満員電車にも乗らないので疲れてもいません。男性ホルモンはですね、お金を稼げるようになって強くなってから後から出てくるものなんですけれども、昔物販ビジネスの修羅ミスター K太のルーキー時代ですね、砂島マックとかですね、いろいろなところで一緒にパチパチをしていて、その時にですね、肩を小さく丸めて頑張っていたんですけれども、何をやってもなかなかうまくいかなかったっていう感じなんですね。ミスター K太のルーキー時代は、まあメルマガやってもダメで、ブログやってもダメで、 SNS やってもダメですね。最後に行き着いたところが物販ビジネスだったわけなんです。物販ビジネスで01になったですね、ミスター K太ですね、その後水を得た魚のように急成長を遂げていったわけなんですね。まさか今のレベルまで伸びてくるとは、まあ、当時は僕もですね、全く想像できませんでした。僕がそのうちですね、見下される日も近いと思いますよね。昔僕がですね、サラリーマンだったミスター K太にアドバイスさせていただいたところはですね、毎日のルーチンの大切さ、そして外注を使うことですね、この2点です。ブロガー活動も物販ビジネスもこれは同じなんですね。全部一緒です。今も K太式物販ビジネスの大多数のルーチン作業をですね、外注化してます。ミスター K太の外注化の仕組みは再現性も高く公表できるわけなんですね。なぜすぐ拾って人生をかけて取り組まないのか、こんなに熱い物販ビジネスの方法がですね、目の前に転がっているのに、なぜすぐに拾って人生をかけて取り組まないのか。実質利益昨年度4000万、今年度5800万、こんなものは気安く転がっているわけがないわけなんですね。通常売上が上がるほどですね、想定外の問題が起こったり、難易度っていうものが上がってくるわけなんですけど、難易度と金額を比較すれば血を吐いてでもやるべきだと思うんですよね。携帯式物販ビジネスはパソコンルーチンワーク、すべて自宅のパソコン1台、在宅で完結できる携帯式物販ビジネスはですね、パソコンでの細かいルーチンワークができないと厳しいと思います。データを扱う、見る、分析する、ここにはかなり神経を使い続けるみたいなんですね。けれどもですね、大学理数系エンジニアとかプログラマーとか、まあ、そういう属性の方にはですね、実際が大したことないレベルの作業です。国大理数系出身ミスター K太が編み出した K 太式物販ビジネスは、 Excel などを駆使して数字の羅列と向き合い続けることになります。だから文化系の営業マンにとっては普通な作業の連続かもしれません。けれども所詮はですね、難しい数式を使うことなくて、 Excel に必要な基礎数式と足し算引き算掛け算割り算の連続ですよね。 K 太式物販ビジネスはジャブのルーチンだけです。ミスター K 太式物販ビジネスはですね、短期間に一気にたくさん稼げるようになる方法ではなくて、着実に歩み続ける方法です。簡単と毎日のルーチンをジャブで打ち続ける。既存の売上利益維持も足元の作業は完全にルーチン。例えばミスター K 太の場合ですね、現在2億円ベースはルーチンです。未来に対する仕掛けには頭と時間を使っているわけなんです。美味しき物販ビジネスのミスターレイミスの毎日のジャブのルーチンだけですよね。K 太式物販ビジネスのミスター K 太も毎日のジャブのルーチンだけです。末席ながら方面もですね、毎日のジャブのルーチンだけ長年着実に生き残り続けてるわけなんです。修羅たちは共通してですね、このジャブのルーチンを継続しているだけなんですね。右のパンチとか必殺技とかですね、ストレートパンチは繰り出さないわけなんです。毎日のこのジャブルーチンっていうのは一日も欠かさず行うことが重要です。やる日やらない日、ムラがあるとダメです。どうしても後に影響が出てしまうんですね。年中無休のお店、リアル店舗でも毎日不規則な開店閉店繰り返していると閉店に追い込まれてしまいますよね。お店開けて閉める日時をですね、K
きっちり守り通すところしか生き残れないのと同じなわけなんですね。最大の難所は Amazon のセラーアカウントの開設です。ケータ式物販ビジネスの今日時点の最大の難所は米国 Amazon セラーアカウントの開設です。現在進行形で世界中から Amazon アカウント開設の依頼が殺到しているんです。新規 Amazon セラーアカウントをなかなか開設させてくれないわけなんです。例えば提出処理に不備があったり、他国の Amazon で問題があったり、そういうね、メール、住所、個人と紐付けされている、この場合はまず開設できません。米国 Amazon セラーアカウント開設必要情報としてはですね、海外仕様の住所、電話番号、既存ネットショップの URL、ピンキー、本人確認の送り先、クレジットカード、銀行口座情報、個人の場合はそれプラス運転免許証とパスポート、法人の場合はですね、登記簿謄本、インフラ等公共料金領収書、これはですね、記載事項とか提出書類に不備があると開設不可能ですよね。米国 Amazon セラーアカウントの開設そのものができないと、毎年急増中の米国 Amazon セールというのが、ね、マーケットを逃すことになります。比較的開設難易度が低い eBay 単体でも非常に多く稼ぐことができるんですけども、米国 Amazon がないともったいないですよね。チャンスを逃さないように、まずは全力で米国 Amazon セラーアカウントを開設すべきだと思います。米国アマゾンセラーアカウントが開設できたらですね、ミスター K だから、ケータ式物販ビジネスが教わった、この地下ソサイティの仲間たちのようにですね、開始後たった4ヶ月間で、月収100万突破が5人で、月収20万から70万多数とか、まあ、半年で300万突破した方もいますよね。セラーアカウント開設後、ペースではですね、100% の01三元性が期待できるんで、着実に売上利益を積み上げられるわけなんです。ケータ式物販ビジネスは明らかにバブルです。クリティカルにケータ式物販ビジネスを確認するとですね、この米国のアマゾンを中心とした市場の毎年の伸び率が異常な状態なんです。明らかにバブルの最中ですよね。バブルに乗る形でケータ式物販ビジネスの売上利益も波上りということが明らかなんです。全てがミスターケータの実力によるものではないことは肝に銘じる必要がありますよね。ここは見誤ってしまうと危険です。逆に言うと、バブルに乗ることで容易に01になって、それほど難しくなく売上利益が上昇していく状態になるわけですね。物販ビジネスで富豪を目指す帝王学との連動、ケータ式物販ビジネスは当然ながらですね、物販ビジネスで富豪を目指す帝王学、ファイブポケットとの連動も可能です。ミスターケータも地下ソサイティで帝王学を学んでですね、物販ビジネスで稼ぎながら銀行融資でお金を作るの信用創造ゲームにも参加しています。銀行口座にビジネスとは別にですね、お金が蓄積し続ける状態が発生するわけなんですよね。ミスターケータの物販ビジネスで富豪を目指す経営学、ハイポケットの連動ですけど、サラリーマンの本業ではお金をもらう、ケータ式物販ビジネスでお金でポイントをマイレージを稼ぐ、銀行融資でお金を作る、投資でお金を増やす、これは、まあ、現在中止してるみたいですね。物販会社法人でお金を回す、これはそんなに使ってないみたいです。ミスターケータの伸びしろはまだまだある状態なんです。米国アマゾン販売にバブルが発生している間に、利益に該当するものを十分蓄積して地中深く7年を埋める。無駄な散財とかですね、脇が空いた状態での他のビジネス、投資の再投資を行うことなくですね、帝王学ファイポケツで着々と法人名義の銀行口座にお金を積み上げ続けるべしって感じですよね。お金を積み上げた後はですね、動くな、働くな、何をするかゆっくり考えろ